どうもまいまいです。今日紹介するのはキッタやソーダのマステを展開するひとときさんから新しく発売されたノートです。ひとときはキングジムさんのブランドで、日常にほんのひと手間を加えることで暮らしの中のひとときが楽しくなる文具を目指して開発されているそうです。で、このノートは2021年8月5日から全国の東急ハンズとロフトで先行発売中です。早速買いに行ってきたのでレビューしていきます。早速開けていきましょう。かわいい。このひとときノートは2つのサイズ展開で、コミックサイズとスクエアサイズになってます。で、高さは一緒なんですけど横幅が違います。こっちは真四角で、こっちはまあいわゆる普通のノートのようなサイズになってます。で、このひとときノートのコンセプトなんですけど、手帳のような罫線でノートみたいに日付はブランクということになってます。で、日付がブランクなので書きたい時に書きたいだけですね。こういう風に日付を書く欄が3マスあって、日付は書いてないので自分で書き込むようになってます。で、スクエアサイズの方は3マスじゃなくてもっと自由度が高いフォーマットになっています。で、このノートなんですけど、カバーとノートと下敷きですね、下敷きの3点セットになっています。こっちもカバーとノートと下敷きですねがついてます。で、このクリアファイルにはポケットがたくさんついていて、めくったところにここですね、ここにポケットがあって、キッタとかを入れて持ち運べるようになってます。後ろ側も2つついてて、で、下敷きを挟むのかなって思ったんですけど、挟めなくはないんですけど結構きつい、ギチギチになっちゃうので挟まないのかもしれません。で、コミックサイズも後ろに2つで、前にこっちは2つついてました。下敷きはドット方眼みたいになってて、あと定規がついてます。で、インデックスみたいになる引っかかりもあります。で、サイズはコミックサイズが高さが 17.4cm でワイドが 11.2cm、 スクエアサイズの方が高さが 17.4cm のワイドが 17.4cm ですね。お値段はコミックサイズが1450円プラス税で、スクエアサイズが1550円プラス税となっております。で、このカバーの種類がたくさんあって、それぞれ6種類ずつあるんですけど、プレーンだけちょっとだけお休みになってます。プレーンは本当にクリアカバー、クリアカバーで絵柄がついてないカバーになります。で、ページ数はコミックサイズが99ページ、スクエアサイズが59ページとなってます。で、結構ね、ページが少ない、薄いかなっていう印象ですね。スクエアサイズに至ってはもう本当薄い、コミックサイズの半分ぐらいのページなので、めちゃめちゃ薄くなってます。で、なんで薄いのかっていうことなんですけど、これはマステとかシールをたくさん貼ってもノートの厚みが気にならないように意図されているんだそうです。で、紙質はしっかりした厚みで、ペンやスタンプが使いやすいようになっているそうです。ちょっと後でペンテストはしてみたいと思います。で、気になるクリアカバーのラインナップなんですけど、こんな感じになっていて、スクエアサイズとコミックサイズが対になるデザインがそれぞれ6種類ずつですね。私は山とブーケを購入してきました。コミックサイズは光
がこの山とついなんですけど、それが可愛くて悩んだんですけど、ちょっと似たようなデザインになるかなと思ってブーケの方にしてみました。実物見てこっちに決めてきました。なんか最近鳥のデザインが気になって、光も可愛いなと思ったんですけど、このブーケもねめちゃめちゃ可愛くて、裏表こんな感じになってます。でめくったところにワンポイント絵がイラストが書いてあります。これはそれぞれ違うみたいなので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでロフトで先行発売中で、購入するとクリアファイルがもらえました。これは A5 サイズですね。ソーダのマステの柄ですよね。めちゃくちゃ可愛いと思ってます。でこれは一会計このでノート、クリアカバー付きのノートを1冊以上買うともらえるそうです。でこのノートには専用リフィルがあって、このクリアカバーを繰り返し使えるようになってるんですけど、専用リフィルを購入ではこれはつかないそうなので、クリアカバーと一緒に購入でクリアファイルがもらえるようです。でこのノートの特徴なんですけど、まず日付がフリーなのと、あとミシン目はないけども、これが切り取りやすくなってるんですって。ペリッと剥がせるようになってますので、失敗を気にせず書けるノートとなっています。あとは分割ガイドがあって、この点ですね、これで区切ると1ページを横に3分割できるようになってます。でスクエアサイズの方は縦のガイドがあって、縦に3分割すると4つ書くところができるようになってます。なので見開き2ページでスケジュールをバーチカル風に作ってもいいみたいなことが書いてありました。それでちょっとサイズを比較してみたいと思うんですけど、これがロイフトトゥルム A5 サイズのノートです。比較してみるとこんな感じで、まあ一回り小さいですよね。似てるのがバイブルサイズのリフィルなんですけど、バイブルサイズよりちょっとワイドが広いかなくらいで、MD ノート、これは新書サイズですけど、新書サイズがかなり近いんじゃないかと思います。で、ちょっと私の素朴な疑問で、MD ノートのカバーにできるんじゃないだろうかと思ったので、ちょっとつけてみたいと思います。はい、つけてみました。ちょっと、やっぱりワイドが余っちゃうかな。で、縦はぴったり。てかぴったりすぎて、ちょっと入れにくいかなって感じです。どうだろう、 MD ノートカバーとしては微妙かなまあ MD ノート用じゃないので当たり前なんですけど、ちょっと抜きます。でひとときノートの特徴をまとめるとこんな感じですね。2サイズ展開、ノート、クリアカバー、下敷きの3点セット、ページ数が少なめ、分割ガイドがある、ノートが自由に切り取れる、専用リフィルがある。で専用リフィルはコミックサイズが820円プラス税の、スクエアサイズが850円プラス税となっています。ではペンテストをして裏抜けチェックをしたいと思います。はい、ペンテストをしてきました。でさっきお伝えするの忘れてたんですけど、ノート自体はフラットに開くように設計されている無線閉じ製法で作られているそうです。で書いた時にクリアカバーがポケットが結構あって、それが当たっちゃうので下敷きは必須かなと思いました。それではペンテストしてきたんですけど、こんな感じになります。これがスタンプですね。これはシャチハタの黒インクで、これはバーサマジックのデュードロップですね。あと私が持ってるペンで書いてきました。サラサとジュースアップと無印とスタイルフィットとピグメントライナーと、あとはマイルドライナーとかの色ペンですね。クリーンカラードットと ABT を書いてきました。で裏抜けはこんな感じですね。ちょっとスタンプは抜け
って微妙に抜けてるかな、黒は微妙に抜けるかもしれません。でバスマジックは抜けないんですけど、裏透けが激しいのでちょっと後ろのページも使いたいという場合は抜かないかもしれません。ポイント使いですねとかならいいかなと思います。であとは黒ペンは多分これは許容範囲だと思います。ピグメントライナーはねちょっとドローイングペンなので濃くて透けちゃうかなと思います。まあマイルドライナーもそうですね、許容範囲。クリーンカラードットは結構濃いペンなので色が透けちゃうというか、微妙にどうだろう、裏抜けはしてないけど透けてるって感じですね。 ABT に関しては抜けてはいません。でこれはここに薄い色があるんですけど、薄い色なら透けもなしで描けると思います。まあ、こんな感じですかね。スタンプ結構使うって人にはちょっと向かないかな。あとお絵描きする色を塗るっていう人にもですね、このノートはどっちかというとシール貼ったりとかコラージュしたりっていう方に向いてると思います。それではちょっと簡単にレコしていきたいと思います。では早速コミックサイズからデコしていきたいと思います。今回使った文具に関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、もし気になるものがあれば見てみてください。でこのひとときノートなんですけど、紙は結構ツルツルでペンが滑らかに滑るようになってます。色は白くって、MD ノートとかロイフトドルームってクリーム寄りなんですけど、それに比べるとかなり白くなってます。で方眼径が 3.4 ミリとかなり細かくなってます。コミックサイズはハガキを貼るのにちょうどいいサイズということだったので、左ページにはハガキを貼っています。ハガキを貼っているマステはソーダの鳥さんのマステで、このマステめっちゃ可愛くてすごくお気に入りです。今貼っているのはマスキングテープブックですね。これはシート状になったマステで、裏に剥離紙がついているので好きな形に切り取って使います。で今回使っているマステやシールはすべてひととき3縛りにしてみました。このひとときノートは東急ハンズとロフトで先行発売中で、一般発売は未定だそうです。クリアカバーがかなりしっかりしているので、クリアカバーにかなりお金かかってるんじゃないかって勝手に思っています。コミックサイズはキッタが可愛く貼れるサイズかなと思います。あとひとときノートはクリアカバーの柄も可愛いんですけど、プレーンタイプ、カバーがクリアなタイプを選べばノートの表紙に、ね、自分で好きなようにデコして表紙を作れるので、それも楽しいかなと思います。でコミックサイズは紙面がちっちゃいので、スクエアサイズに比べてもデコはしやすいと思います。でページ数も99ページあって、まあ毎日1ページ使っても3ヶ月使えるので、私はスクエアサイズより、使うならコミックサイズの方が使いやすいかなと感じました。はい、完成しました。今回のデコは公式のホームページを参考にしたので、ぜひひとときさんのサイトもチェックしてみてください。では次にスクエアサイズのデコをしていきたいと思います。今貼ってるのはソーダのマステですね。これはひとときノートを買うときにロフトで一緒に買ってきました。夏らしくて可愛いですよね。これちょっと斜めになったので剥がしたんですけど、剥がしても丸まってこないテープが、それがすごくいいなと思いました。で今切ってるのはインスピックでプリントしたものですね。今日買ったヤマトブーケの表紙を貼っています。で写真の下にマステを貼っていきます。でこのスクエアサイズは本当に薄いので、これで1500円超えはちょっとコスパは悪いかもと思ってしまうんですけども、まあひとときさんにねコスパを求めるものじゃないと思うので、まあ可愛い文房具を持ってるだけで
気分が上がるので、それだけでペイできると思います。でもなかなかこの真四角のサイズ感は描いてて楽しかったです。このマステはソーダのリボンですね。このマステもめっちゃ可愛くてお気に入りです。で、マスキングテープブックを貼っていきます。これは多分バラエティの柄だったと思います。なんか青とか鮮やかな色が目立って可愛いですよね。で、スクエアサイズにもキッタを貼っていきます。これはアイコンシリーズのフラワーと猫を貼りました。キッタもね、結構持ってると思ったんですけど、全然ですね、コレクターの人に比べれば全然持ってないです。で、ABT で色をちょっと足していきました。はい、完成しました。なんかひとときっぽくないですか？サイトに載ってそうまあひとときの製品使ってるから当たり前なんですけど、可愛く飾れたので私は結構気に入っています。今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。